自宅でパソコンを使い収入を得る人が急増中ネット普及の背景が要因化今不定の影響で収入が減少する中自宅で本業以上に稼ぐ新しいワークスタイルが注目されていますその新しいワークスタイルの真相に迫ります詳細はこちら海にかかる霧ポン・ジュの監督による2003年の名作「殺人の追憶」で脚本を担当していたシム・シムソンボさん シム・ソンボさんの初監督作、えー、中国人密航にまつわる実在の事件をベースにしたサスペンス出演は悲しき獣チェイサーのキム・ユンソク人気男性グループ JYJ のパクーチョンら、えー、脚本と制作をポンジュノが務めているということでございますはい、えー ということでこれね、2週ぐらい前のねリスナーリクエストメールで、その時はえっは当たらなかったんですけど、1週超えてえ当たりましたということでございます、もうこの海にかかる木、見てきたよというリスナーの皆様、ウォッチメンからの監視報告、メールなどでいただいております、ありがとうございますメールの量は、ちょい少なめ、ああ公開関数とか回数が結構限られてるんでね、これはやむなしではないでしょうか、賛否では3が7割ぐらい、こんな映画だと思ってなかった、全く先が読めなかった、怖わ役者がみんないい顔。 アイドル、過去 j y n j のパクユチョンなのにすごい映画出てるなどが主に高評価の意見。否定的な意見としては、意外とあシさり気味で表紙抜け、ポンジュの監督作に比べると物足りないなどなどございました。代表的なとこご紹介させていただきましょう。ラジオネームバイデンさん、歌田さんこんばんは、どうもこんばんは、いつも楽しく聴かせていただいてます。ありがとうございます。最近は iPod の中には音楽よりも師匠の批評が多いです。ザース。映画ですが、やはりポンジュの関連、えー、ですね、このシム,シムソンボさん、間違いない作品でした。 スタートから数分物語の主人公となる漁師たちの作業風景日常が淡々と流れこの人たちにこのあと何が起きてしまうのかと嵐の前の静けさ、えー、漁港も漁港で何の娯楽もなく楽しい日常など皆無な雰囲気プンプンこれらの開始直後の数分があってこそ後のあの展開が盛り上がる。 この作品は人間の化けの皮が剥がれていく様をこれでもかと描いています。えー、言い換えると人間は極限の状況の中で本当の自分、自分すらも知り得なかった自分イコール化け物と対峙することになる。人間の怖さと恐怖の中でそれでも善として生きようとする希望も描いていると思います。いろいろ書いていただいて、えー、僕は個人的印象に残ったのはこの映画の唯一の女性キャラ、本名を演じたハン・ゲリさん。えー、僕は本土出身ではないですが、 あえー、日本で生まれ育った在日コリアン三世でハングルの読み書きができます,あそうすか、えー、本名は中国から来た朝鮮族ということでしたがあの顔あのしゃべり方はすっげえっぽいなーという印象でしたちなみに公開中の、えー、軍刀でもちょい役ですがいい味出してますこれから期待の女優です,すごまさにその話しようと思ってました最近この人見たなーと思ってあ軍島だあのハ・ジョームの妹だっていうね軍島も面白いですよこれ先に言っておきますから軍刀最高ですよいまいちだったという方もご紹介しましょう第6スタジオさん ストーリー撮影役者の演技すべて高水準にあることは間違いないのですが今一つ盛り上がりにかける作品と思いました、えー、韓国のワールドの醍醐味は見始めた時には思っても見ない場所に連れて行かれるその迷宮感、えー、ライド感であると僕は考えています師匠の表現を借りれば映画が走り始めるその瞬間の圧倒的な快感全身の違う泡立つようなあの感覚を求めているのです、えー、本作は実話をベースにしていることもあるのでしょうが展開上のツイストが弱いように感じました、えー、観客の予想の範囲内でしかキャラクターが動いてくれません、えー、というね えー、まあ、読み取れてない部分も多々ある気がしていますので、その評論を楽しみにしておりますといったところでございます。えー、皆さんありがとうございます。さあ、ということで、海にかかる霧、えー、行ってまいりました。東方シネマズ新宿にね、私も2回行ってまいりましたが、まあ、あの、回数限られてる。 っていうのもありますけどあのとにかくその主演の JYJ、ね、の,のパク・ユーチョンさん、まあ、韓国トップアイドル、えー、パク・ユンチョンさんファンと母子女性で、まあ、そやっぱ結構埋まってるあのセノチンさんなんか早い回とか入れなかったっていうね、えー、おっしゃってましたけどノア、えー、はいいんだけどちょっとこれあくまで中身と関係ない話僕こういうあの公開時のこう話っていうのは記録後々の記録としてちょっと話しておいた方がいいと思うんで言っとくと、えー、この劇場公開時はですねちょっとびっくりしたんですけど本編が始まる直前にメイン出演者たちのなんか ゆるいいビデオコメントみたなのが流れるんですよなんだこれっていう最近だとねあのスピルバーグがリンカーンの、ね、本編始まる前に日本オリジナルのコメントつけたとかあったけどそういう作品解説的な要素でもなくかといってパ,あのパク・ユーチョンさんのファンへのファンサービスってわけでもだったらパク・ユーチョンさんが出てきて喋った方がいいわけだからなんか主演チームがすんげえゆるーいビデオコメント日本公開おめでとうございますみたいなこと言ってて何なんだっていうのがちょっとね。 くっついいいててたたりししととう記録としてでございますはいえーまあ2週間前にいただいたリクエストメールにあったようにそのパク・ユチョンさん、えー、の劇場用映画デビュー作であるということがまず一つと、えー、あとその、まあ、映画ファンとしてはもちろん先ほどから何度も言ってますあの「ポンジュノ」が初初,初,初めてこう、えー、制作。 制作に監督ではなく制作に回った作品と、えー、しかもそのポン・ジュの監督作の中でも、まあ、ポン・ジュの作品っていうのはまあ面白くてハイクオリティなのは間違いない誰が見ても面白くてハイクオリティなんだけどなんかその面白さの質がそのカテゴライズしづらいっていうか非常に説明が難しいタイプのクオリティの高さの作品で、えー、そういうポン・ジュの作品の中では間違いなく一番ストレートにですね あの進めやすい人に進めやすい、分かりやすい傑作といってよかろう、まあ、殺人の強くという作品、2003年の作品、えーまあこのね。この番組でもシネマハスラー時代に、えー、とポン・ジュノ監督作、母なる証明、扱ったときにあの、ポン・ジュノの,の映画を見たことない人はいきなり母から。 母なる証明から見るんじゃなくて最初は「殺人の強あたりから見てください、えー、繰り返し言っていましたけどとにかくその「殺人の追憶の脚本を、えー、ポン・ジュノと一緒に共同,共同で書き上げた、えー、シム・ソンボさんという方が監督デビュー作、まあ、要するに、まあ、この2つタク・ユチョンさん主演あと「殺人の追憶の脚本の人、えー、が監督しているというこの2点の予備知識だけで,でどんな話かあんま知らない、まあ、予告でやってる範囲以上は知らないまま僕も今回1回目は見に行ったのしたらですね 何も知らないように見に行ったんですよね、本当にね。そしたら、僕はやっぱその途中のある展開にすげえびっくりしてですね、えそういう話っていう、すごいびっくりして、こんな、あそんなえぐい話だったんだみたいな、えー、びっくりしたということ。ということで、未、あ、経、のー、の皆さんにもぜひ、ね、やっぱそういう数に近い状態でびっくりしていただくのがやっぱ一番だと思われますので、今回は、できるだけ、そのびっくりポイントは伏せたまま。 話せるかという,うあたりちょっとトライしてみたいと思うんですけど、はい、とはいええー、そのびっくりポイントね私が見ててすごくびっくりしたポイントっていうのも先ほどもありましたけど、えー、実際に起こった事件をベースにしてるわけです2001年に韓国で実際に起こった、えーまあ、その中国人の密航を巡るある衝撃的な事件がありましてそれを元にしているそれを元にした同盟の、えー、と海切りとか言ってヘムと読む、えー、戯曲舞台ですねそれがを映画化した作品というか えー、要するに二重に元になったわけですね実際の事件を描いた戯曲を元にした映画とえー、ということなので多分その大ヒットとなったその韓国音楽ではある程度その事件の天末どういう事件かを知られた上でみんな見に行ってるということはあると思うんですけどはいただしもちろんあの、えー、今回の映画ですねまあ戯曲からそうなんでしょうあのー、事件の天末とかはあのかなりえっ、ー、とアレンジされてます要するにさらにえぐめにデフォルメされてはいますはいえー、ということでございますでですねちなみにあのー さっき言った殺人の通用語ですね。殺人の通用語も実は同じく、まあ、実話をベースっていうのは皆さんご存知でしょうけど、実話の未解決殺人事件をベースっていうのはご存知でしょうけど、あの同じえっと劇団、演、え、勇、っと、舞台演じる友とか言って、演勇舞台これ、今回、船長役やってるキュム・ユンソクであるとか、殺人の通用語のね主演もやってるソーン・ガンホとか、あの盟友がいっぱいこう所属してた、演勇舞台っていうえ集団の戯曲が原作、殺人の通用語も戯曲が原作だって、俺今回初めて知ったんですけど、はい。えーっと。 いうことで、まあ今ね、名前も出ましたけど、その船長役、えー、キム・ユンソクさん。まあもうね、韓国映画、えー、お馴染みでございます。この人、要はその、いい人役も、かとももうすっごい怖い人、悪い人役も、まあ両方やるじゃないですか。一ちゃえばまあ、両面あるっていうか、なんなら両方に見えるっていうかね。 そこがポイントの人だと思う例えば、えー、チェイサーというですね、ナホンジンさんのモースこれも名作ですね、傑作中の傑作、チェイサー、えー、こっちは、まあ、ダメ人間ではあるけど、いい人の役でしたよね、追っかける、犯人を追っかける、元刑事役。かと思ったら、その同じナホンジン監督のその次の作品、悲しき獣、ね、ハジョンがその主演のあちらではですね、まあ、見ご覧になった方はもう一生忘れられない役ですよね、明社長っていう、ですね、えー、いろんなもので人を殺すんですけど、あの牛骨。 牛骨を武器にするっていう恐ろしいキャラクターあそれこそ今回の、ねあのー、作品にも出てきたいわゆる朝鮮族というその中国に住んでいる朝鮮,朝鮮系中国人というかね、えー、の社長を演じてこれは要するにものすごい恐ろしい役も演じれると両面があるじゃあ今回の海,を海にかかる、えー、霧ではこのねキム・ユンソクさん じゃあどっちなのといい人なの悪い人なのっていうとまさにそのいい人にも超怖い人にも両方見えるっていうか両方あるっていうその資質が最大限生かされた役からと言っていいんじゃないかと思うわけですね、はい、この船長、えー、このねキム・ヨンソクさん演じるこの船長が、ねまあ、主役の片側の主役と言っていいと思うんですけどね、えー、カン・チョルジューサというまあ船長役この船長言ってみればですね、まあ、自分の船を持ってるわけですけどその自分の船っていう 漁船でもともと漁師なんですけど自分の漁船という要は他の世界とは隔絶したその離れた隔絶したその自分の世界でのみかろうじて機能している家父長性、ねえー、家父長い性とか言って家父長性それも女性を徹底的に排除。 えー、あるいはまあ避けて、忌避して、えー、そういうことで成り立つ、すごくホモソーシャルな家父長性というか、ですねその中の父というのが、えー、この劇中で描かれるこの船長に、現状唯一過労して残されたアイデンティティという感じになっている、これ、どういうことかというと、ですね彼はまあ船の上では圧倒的に頼りがいのある、えー、父ではあるんだけど、ひとたび、まあ、陸に登ってしまうと、ですね丘に登ってしまうと、そういう男として。 のの権威とかメンツみたいなものが賃に落ちてしまってる状態に、ね、これ舞台は98年なんですけど、まあ、ってその非常に経済、景気が悪くなってきて賃にかつてはすごいブイブイ言わせてたんだけど今はチンに落ちてる言ってみれば男として不能状態にあるということが示されるどういうことかというと、えー、序盤でまあその日常がねそれぞれの船員の、えー、丘に上がった時の日常が描かれるんだけどこの船長はですね家に帰ってくると自分の目の前で、えー、奥さんがどっかよくわかんない男と。まあ やっっちゃってるわけですね浮気してる、うん、でも奥さんが浮気してて、ね、普通これ、こ我々こう明社長の記憶とかあるからねやばっ人が、人が死ぬ、これ人が死ぬ、この場でって思うとう手は出さずにぶつぶつ文句言いながら前借りしたお金をほらっつって渡してでもう文句だって取ってこう数えた、要するにもう全くも文句言うだけで何もできないような状態ということ、えーでまあ、とにかくそういうふうに、まあ、男としての権威、メンツが失墜している不能状態になっている。 ゆえにこの船長、ますます自分の漁船という、まあ、要するに彼にとっての家ですよね、えー、そして船員たちというかっこつきの家族ですよね、えー、しかもそのせ女を排除した男だけの家族、えー、というのが、ますます彼にとって最後の砦になっていく、だからこそ彼はそれを維持するためにどんどんなりふり構わず、要するにその家とか、 家の維持がもう,家と,いう名のあの船という名の家の維持が、うん、市場目的になっていくそれが結果として破滅的な結果を招いていくという、まあ、こういうことになっているわけですけどで実際、確かにですねこの、えー、船の上の男だけの疑似家族、えー、この船の,船の上だけ彼らの中だけでならこの疑似家族はその自己完結した平穏を保っているように見えるわけですこれがまさにオープニングクレジットで描かれる彼らの日常がまさにそうなわけです。例えば、まあ、その船長が父だとすするならですよ 家父長制の父とするならば、ね、あの看板長いましたね、はげ散らかした、あの幹板長、あの幹板長はさながら、えー、古女房というか、彼にとってのね、こ、えー、うるさいちょっとお母さんみたいな感じなんですよね、その子供たちをこういさめると、お父さん、お父さん大変なのよと、お父さん、あんたたちのためにやってんのよこういうこと言う、ねえー、あれになってたりとか、あるいはその、えー、機関長というね、そのエンジン部みたいなのを担当している、えー、年配の、えー、キャラクターは、まあ、要は祖父的な、ねえー、力では弱いけども、知恵。 知者みたいな、まあまあと抑えるような役であったりとか、要するに家族としてのバランスはその中では一応取れていた。で、まあその中で、えー、パクユーチョンさん演じる主人公のドンシクという青年は、まあその中では明らかに末っ子的な存在なわけですね。えー、まあ僕はあの、このね、あの映画全くその要は不,不勉強ながらというかですね、JYJ というね、そのグループの中で、まあ韓国トップグループとしての彼がですね、どれだけいけてるかとか全く、 あのー、知らずに見,見てたので、あのー、要はこういう、もさーい人なんだって本当に、モさーい青年だと思ってこういう人なんだと思ってもうこれ褒めてますよ、もっさと思って <laughs> ちゃんとモサい人に見えるってでも後で JYJ の,の,、ね、のパフォーマンスのあれとか見たらえっていう超イケてんだ。 イケメンじゃん普通にみたいなだから,素晴らしいあの小総なめなのもすごく分かるあれだと思いますとも、はい、あれですねこの「えー、その海にかかる、えー、こう霧」という作品その疑似家族の話と引、ね、っ掛けて言うなら説明要約するならばですねこの,、まあそのホモソーシャルな家父長制集団の中にいでてで、ねえー、この末っ子のねそのドンさんユチョンさん演じるドンシクが、まあ、要は、えー、そのホモソーシャルな家父長制とは別の外側の論原理に に触れてしまうわけですそれは言ってみれば例えばそれこそ異性愛であったりとか異性愛含めた他者への愛情っていうその歌舞伎町性のホモソーシャルな集団の,、ねそのえー、同調圧力の外側の,あの原理に触れてしまうことで、えー、その末っ子はですね、まあ、要はこの カフトゥルイエシステムっていうのは勝手にまあ自戒していくわけですかそこからまあ脱出していくという。えーまあ、反発し脱出していくという。そういうまあ一種その仮想の家族の話というふうにまあ僕はえ見えたわけなんですけども。えーまあ、ちなみに、時代設定、実際の事件が2001年に発覚した事件なのに、今回の映画では、まあ、ニュースでやってますよね。あのー、要はアジア通貨危機、IMF が、ねまあ、お金出しますよ、韓国にっていうんで、えー、アジア通貨危機が起こった98年。 えーまあ、97年暮れから98年、えー、でその98年に変えられてるわけですわざわざ。というのはこれうがった見方をするならば僕が言ったようなねその、えー、ホモソーシャルな家フと要するに古い、えー、家の形っていうのが自戒していくでそこから若者だけが脱出していくっていう話だとするならばその98年アジア通貨危機の韓国というその時代性にまさにその古い韓国社会システムが まここ社会に終わっていくというそういう歴史の流れを重ね合わせようとするおそらくシムソンボさんの意図がここに時代変更にあるのではないかというのはまあ僕の当て推量かもしれませんがというえことでございますでですねえとはいえですねコモンソーシャルなその過父調整集団が要するにまあ自戒していくというふうに言いましたけどもとはいえそこで例えばですねえーさっきから言ってますえ船長 要するに船。船というのは彼にとって家であり家族なんですけど、それを守ろうとする方、あまりどん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 要するに行動が通常のモラルを踏み外していってしまうわけです、船長は。そして最終的に、まあ、このね、船の上で極限状況で、で、船長がどん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 そのある目的に向かって蒸気を踏み外していくっつったら、これは当然、案の定と言うべきか。白芸のね、エイハブ船長みたいな、まあ要は結末を迎えるわけですよ。非常にやっぱ白芸的な結末を迎えるわけです。白芸ぐらい皆さんね、読んでいってくださいね、ね。<laughs> はい。えー、なんですけど、 まあこのキム・ヨンソクさんが演じる船長もその場その場では要は自分がなすべきことを責任持ってよかれと思ってやっているだけっていうのがミソだと思うんですよ別に悪いことしようと思ってやってるわけじゃない俺は家族を守ってんだと、まあ、本当はそれは元は彼のエゴなのかもしれないけどね俺の居場所はここだけだからってことなんだけどでも家族を守ってんだって一応その彼なりのよかれなわけですよ、えー、でまさにここにさっき言った、えー、キム・ヨンソクさんという役者が持つ あるる種二面面性性とか多面性っていうのがやっぱ生きてくるわけですよ、まあ、この人別に悪い人じゃないと最初見てて、うんまあ、その船を守るためにまあ頑張って、まあ、これは犯罪だけど良、まあ、かれと思ってやってるんだよなあちょっと乱暴だけどでもこれは船の平和を守るためにやってるそれはないけどまあこの流れで来たらそうなっちゃうよなみたいな、うん、そのある、ね、この彼がもう人としての道を踏み外してある決断をするんだけどそれも船を守るため家族を維持するためって意味には 彼にとってはやっぱり背に腹は変えられない決断平気でやってたわけじゃないですかねやっぱずっと思い悩んでいやこれしかないってやってる,やってるわけですからとかですねどの登場人物も最初から悪として登場するわけではなくもちろん後半ねもうどうしようもない悪いキャラクターになっていく人とかいるんだけど最初から悪として登場するわけじゃなくて少しずつその場その場ではほぼまあ仕方なくその立場だったらまあこの人はそう振る舞うだろうというふうに少しずつ道を踏み外していくという描写がまあ丁寧に重なっていく逆に言えば えー、まあ、最も無垢な存在っていう風に見える主人公の,のね、その、ドンシクさんも、えー、青年ドンシクも、まあ、要は状況に流されるしかない局面とか、あるいは決定的に過ちを犯してしまうっていると思われる場面も、まあ、しっかり入ってたりして、要は、主人公も完全にイノセントなままでは終わってくれないという風になってる。えー、まあ、さっき言ったみたいなね、例えば、ホモソーシャルな集団の同調圧力の中で、例えば、普遍的な倫理、善を、えー、貫こうとする主人公の苦難。 ブライアンデパロの・デ・パルノの例えばガジュアリティーズという映画ねそういうのを僕は連想したりしましたけどカジュアリティーズよりもよりこっちの、えー、海にかかる霧の方が善と枠の境目というのはよりこう曖昧で危ういというか、えー、ともすれば我々自身もこっちに行きかねない状況によってはっていうふうに見える、えー、まあ罪を犯してしまう側の視点も多分にふも不相応に含まれているっていうことですかねはいえー、まさに霧がかかったように善悪のあれが曖昧になっているということだと思います えー、ちなみにですね、まああのー、シム・ソンボさん、まああのー、監督としての終盤ってあたりでいうとです、ねあのー、正直、例えば特に船回りの見せ方ですかね船の、えー、描写というかえ今何にぶつかったのとか、ね、あるいはえ今これとこれとはどのぐらいの距離感なのみたいなのがちょっと 分かりづらかったりしてその辺はちょっとまだその力量的に足りてないところなのかなと思ったりはしましたけど逆に室内で人物中心の緊迫感の、えー、高め方みたいなのはすごいさすがだなというふうにうま、えー、いなというふうに思ったりしました特にあの機関室内狭い機関室内で、えーまあ、本命という朝鮮族の娘がまあ隠れているわけですけどその本名がこう隠れていてその姿の見せ方とかですね、えー、要はまあサスペンスとショックのこう使い分けっていうんですかね隠れてるあ,あ逃げられたと思ったら あそこで見つかっちゃったみたいなその見せ方の緩急のつけ方がすごいうまいとかあるいはですねあのーまあ、ドンシクと本名さん、まあ、最終的にちょっとこういう中になっていくんですけどもこの2人がまあ、お互いちょっとねあの特に本名さんは疑心暗鬼になってこう言い争いにな,なりかけたところからですね要するにこの2人があるともに極限状態の恐怖みたいなを2人で耐えなきゃいけないそれを経て思わずちょっとホッ、えー、としてもあるし もうとにかく頼る相手が相手、お互いしかいないことに気づいて、求め合うまでの。ね、なかなか極端なその感情の流れなんだけど、そこをすごく狭い空間の中で見せる流れのうまさとか。えー、とこはすごく、あの、見せるなというふうに思って見てました。えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、朝鮮族の娘、本命を演じている、そのハンイエリさん、先ほどね、メールにもありました。ね、あの、いそうっていうふうにね、書かれてましたけど、あのー、そういえば、元ね、あの。 「あの花奇跡の46日間」というね、何年か前に私ね、伊賀大輔さんに勧められて、もう素晴らしいこれスポーツ映画でしたけど、これであのペドゥナとコンビを組んでた、あの子ンだかなんていうのもあったりとかですね、とにかくですね、ああのまあその最近ではその軍統にも出てますよと。で、とにかくこのあの母イエリさんのですね、ここでさ、ほら、妙にさ、ね、いわゆる韓国美人、ね、あんじゃん。まあ言いますよ、作り物っぽい感じの美人がさ、出てくるとがっかりじゃん、これ。でじゃなくてさ、 決して美人っていうタイプじゃないのにさ、すごい内在する強さとか美しさみたいなのがさ、こう出てくるタイプですごくハンエリさん素晴らしい女優だなと思って見てたりしました。はい。あのその他のキャラクターの描き分け、描き込みも、まあ、文字通り本当に過不足なくというかですね、ごく短い,短いやり取りの中に、その後の感情の流れであるとか伏線とかがきっちり盛り込まれてて、さすがそれはもう脚本はうまいなというふうに、えー、思って見てました。ね、先ほどのメールの方じゃないですけど、それこそ韓国語、朝鮮語の,あの方言の違いとかが、よりこうネイプティブ的に分かればもっと、ああ、うまいなと 思うところいっっぱいいあったりするのかもしれませんね、はいえー、ということで、まあ、先ほども言いましたように、えー、開始1時間目ぐらいですかね、えーあの、私が何も知らないで見てて、えーっていう衝撃的なある展開から先は、もう本当にあの、えこれどうすんの、これどうやって切り抜けんのっていう,もうその絶対絶命状況、えー、のつるべ打ちです、もう次々に襲ってきて、もうそこから先は本当、ジェットコースター状態、えー、なので、結構あれよあれよという間に見れると思います。もう本当に まあ、起こって実際に起こった事件だし、その描かれる事態の深刻さに対して、ちょっとこの表現は不謹慎に思われるかもしれないけど、まあ、面白いですよ、ここから先は本当に面白い、無類に面白い。そして何よりですね、えー、ともすれば、こうね要するにもうあの着地とかはさ、あまあまになりかねないわけですよね、その若い2人が愛し合ってね、ねその沈みゆく、えー、古きよき、古きじゃないね、古き、えー、古い、その、 過不調性みたいなものがこう沈んでいてそこから脱出した若い2人なんていうとちょっとこう甘々になりかねない着地もさすがここ「ポンジュの組」と言うべきかですね「ポンジュの,の映画」ってのはやっぱりあのエンディングのキレがいつも凄まじいですよね「ポンジュの映画」えさすが「ポンジュの組」と言うべきかですねそこで終わるかというですねとにかく引き際のテンポというか引き際のテンポ感引き際のセンスの良さで素晴らしい余韻 味わててくれるるエンンディングが最後に待っている何よりもですねもうさっきから言ってるようにねそのすごくホモソーシャルなさ家父長性、えー、の,その同調圧力のそういうところから逃れてきた二、えー、人っていうのがここでね要するに主人公たちが逃げました脱出できましたっていうところで安易にまた新しい主人公のそれこそドンシクさんが安易にまた新しい家の家長父になって要するに新しい家族を作ってはいはいっていうところに着地しなかったのが僕は このさっき言った話のそのなんていうかな象徴的なその意味の流れからしてすごく納得の結末というか安易にその次の新しいなんだこれ単に入れ替わっただけじゃんになってないのが俺はいいなという風にえ思いましたすごく見事なエンディングだという風に思いますえあともう一つあのさこれちょっとこれもまたうがった見方だけど卓優チョンさんファン的にはさあのー ゆちょんさんってもうすぐよあの平気に行かなきゃいけないかもしれなかったりするんでね、確かね、えーあの、いつ行っちゃうのかなみたいな、多分そういう段階だと思うんだけど、あの可愛いユチョンさんがね、兵隊っていう、まさにカジュアリティーじゃないですけど、男同士のホモソーシャルな、えー、同調圧力空間に入れられて、あの子が入って、あら、どうしましょうって、そういう不安、<laughs> そういう不憫さ、ごめんそういうのも今回の役柄に重ね合わせて、結構、あっ っていうのが強まるんじゃねえかなっていうのを勝手に、えー、思ったりなんかしたんですけど、ね、いかがでしょうかね。というあたりで,で、すね、えーまあ、なんだかんだ言って、やっぱりまだまだ韓国映画界,映画界のですね自力の強さ、本当に衰えてないなというのを、えー、思い知らされる一作でございました。あのー、非常に、あのー